緊張するタイプですか？ああ。それはどんな時ですか？おお、はい。一番絞りさんからです。一番絞りさんね、いい名前ですね。うん、緊張するタイプです、うん。めちゃめちゃ緊張します。あ、そう。うん、もうあの常に緊張してます。うん、で特に麻雀に関してはあの緊張してる時の方が、あのたまにねなんかふわっとしてる時ある、うん、なんか今日はあんまり緊張しないなっていう、うん、そういう時は結果があんまり良くない。実は緊張してる時の方がちゃんと結果が出やすい。麻雀する時いつも緊張する？いつも緊張します。で特にあの初日とか、あとまあもちろん正念場の時とか緊張します。あとね、喋る時もめちゃめちゃ緊張します。前に立って喋る時もうあのいつもイベントとかでね、挨拶するじゃないですか、うんうん、あの時も常に緊張してます。全然緊張してるように見えないよね、うん、なんかおちゃらけて、うん、だから、うん、そういうテクニックは身についてるっていうこと。あ、そうなんだ、うん、うん、昨日もね、あのオクタゴンであのゲストをね、うん、呼んでもらってたけど、うん、あの喋る時にね急に緊張しだして、ああそうね、どうしようって思いながら、だけどそれをあの隠すテクニックは持ってるから、そうなんだなんか結構意外かもしれない。うん、うん、喋りは大丈夫かなと思ってた。いえいえ、あのねこれこそね近藤誠一の努力の成果なんですよ。うん、子供の頃からもう緊張しいて喋りベタだったんですよ。うん、すごい。でそれがあの強制されたのはサナル予備校で、あの周りにね、はい、もうあの喋りお化けがいっぱいいて、あでその人たちとある種勝負 しなきゃいけなかったんで、そういう環境に行って、うん、そうそう、その環境であの強制的に強制された感じです。やらざるを得ない状況だったってことですかね。うん、うん、なるほどね、基本ですね、その今しゃべり下手な人は。まあまあね、そういうふうにあの思ってもらえるとあのすごくありがたいですね。うん、本当にしゃべり下手だし緊張する、真っ赤になる、いつも真っ赤になるのも最近なんかね自力で抑えられるようになってすごい、うん、できるんですかね。だからなんかね一生懸命頑張ればなんとかできることって結構いっぱいあるなっていう感じはします。なるほどね、うん。